はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス、プレイステーションビータのソフトになります。今回からこちらをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、年末やっぱりいろんなソフトが出ている関係で、まあ、いろいろ同時並行にはなってしまっているんですけれども、まあ、ぼちぼちやっていこうと思ってますので、まあ、長い目で見ていただければと思います。まあ、最初ね、手応えをつかむ関係で、ゲームをちょっとやりましたけれども、ニューゲームでやっていきましょう。サガシリーズはね、ちょっとシステムが特殊だったりするんで、まあ、戦闘とかの感覚をつかむためにやりました。で、一番最初なんか質問が何個か出てくるんですけれども、まあ、これで適正主人公っていうのかなちょっとわかんないんですけど、まあ、主人公4人から選べるんですけれども、そのうち1人のねパラメーターが増減するっていう感じになってるので、まあ、これはそのまんまいきましょう。皇帝の玉座戦ヴァンガードが浸水した、君はどこに注目する？充実した医務室、美しい選手像。まあ、これは美しい選手像かな。医務室には別に注目しないですからね、俺は。夜空を彩る花火、一瞬で消え去っていく夜空の花を見て君は何を思う？儚く消えるから美しい、美しいけれど寂しい。まあ、結局結論として美しいのか、結論として寂しいのか、まあ綺麗な方かな。決まりとはみんなが従うからこそ意味があるものだ。だが往々にして力があると決まりを破ろうとする。強い力こそルールで縛る。真の力はルールで縛れない。いや、それじゃあね、ならず者が増えるだけなんで、強い力こそルールで縛る。貧しくとも規律ある世の中と豊かだが腐敗した世の中、君はどちらで生きることを望む？まあ、規律のある世の中、豊かな世の中。まあ、これは規律のある世の中ですかね。腐敗した世の中だと最悪なんかゴロツキとかに殺されそうですからね。一応自分の身が最優先なんで古代の遺跡が発掘された、君は何に興味を感じる？掘り出される武器防具、古代の法律もう古代の法律とかマジどうでもいいから掘り出される武器防具、まあね、昔の古代の武器防具とか高く売れたりしそうですからね。石膏と鍛冶屋が言い争いをしている、君はどちらの言い分に納得する？道具が作れるものを決める。何を作るかで道具を選ぶどういうこと？道具が作れるものを決める。何を作るかで道具を選ぶやばい俺の脳みそだとちょっといまいち理解できねえんだけど、何を言ってんのこれ。道具を選ぶのか作れるものを決めるのか。まあ、作れるものを決めよう。難解すぎる、哲学だな。どうしても勝てない敵はいるものだ、君はどうやって突破する？武器や防具を強化する、自分の技を磨く。あー、これは武器や防具に頼ろう。レベルが低くても武器防具で固めるみたいな。この女の子誰だ？ウルピナで運動性マイナス1、体力プラス1、集中力プラス1になってますね。で、一応他にも、主人公は選べるんですけれども、まあ、そのさっきのパラメーター増減がつかない感じですね、別の3人にすると。まあ、マイナスもねついてるんで絶対ついた方がいいかって言われるとそうじゃないんですけれども、まあ、せっかくなんでウルピナでやっていきましょう。体力が低いところに体力がプラスされるのかちょっと微妙だよね。運動性高いところにさ、ちょっとマイナスされるのは痛い気がするんだけど、まあ、この主人公でゲームを始めましょう。一応自己紹介的なのが載ってますね。スタートエリア、ロニクム州、貴族のお嬢様で甘えっ子だが天性の指導者にして政治家、その片鱗はすでに現れている。自由気ままな娘で痛い気持ちと部門の家を背負って立ちたい願望の間で揺れていると。なるほど、もう政治家なんだこいつは。
ちょっとね、ロードはね、結構頻繁に起こる感じかな、このゲーム。なんかベータ版の動画が出た時、かなりロードが長いみたいなのがすげえ言われてたんですけど、それに比べれば多分改善はされてるとは思うんだけど、やっぱりちょっとロードは入るかな。ロニクム州シルミウム、ユラニウス家出陣の朝、マクシミアス検証軍ユラニウス家当主ちょ何家だかよくわからん。アントニウス、お前の考え方はわかる、だがもう何も言うな。今日は執事の日、不吉なことを申し上げるつもりはありません。父上の悲願が達成されることを私も心から願うだけです。ではシルミウムは任せたぞ。父上、私もテートまでお連れになってください。父上の梅雨払いは私がいたします。まあとりあえずこの3人は家族っすね。これを渡しておこうと。おお、指輪、アイベックスの指輪、お母さんの指輪と。まあ、形見ってことはもうお母さんは死んでますね。お前が指輪を引き継ぐ時が来たのだ。でもさ、指輪なんてさ、人それぞれ指の大きさが違うじゃんはめられないよね。お兄さんイケメンだね。母上が父上の隣で剣を振るった。母上も勇敢だね。帝都が落ち着き次第戻ってくると。エリセド殿と一緒になる。エリセド姉様、兄様とのご婚礼と。勝手に決めるなよって。嫌いなのそうか、やっぱり恋愛結婚の方がいいのかね。こういう時代はね、やっぱり結婚相手とかは勝手に決められちゃいますからね。あ、願ってはいるんだ一応。帝国再建は父上の悲願だが、それを望む者がどれだけいるというのだろうか。領内の巡回に出てくれと。巡回に出ていいのですかって。まあ父親が出陣しちゃったんで、兄上がやらないといけないと。モンドがサポートしてくれるだろうと。モンド巡回に出るわよモンド近くにいたんだ。モンド重心か。姫が気になるところには立ち寄ってみましょう。好きに回っていいわけね。いつ戦闘になるかはわからない。そう、ちょろっとねマップってか別のキャラクターだったんですけど最初なんか男の不良みたいなやつだったんですけど、一番最初こう試しでやった時、もうやっぱね差がらしくてね、いまいち何をしていいんだかわからないっていう。シルミウム、帝国幼少軍家ユラニウス家の本拠地でありロニクム州の中心土地。そもそも地形が分かんないです、地名とか。これね、ボートハウス、船を貸し出している小屋。入ってみようか。姫さんボートに乗るかい。今は巡回中。なるほど、巡回中だから乗れんと。ネクは南方メリダ海岸との交易拠点になるサナウ川もう読むのがめんどくさい。隣の州多分行けないと思うんだよね。とりあえず町に入ってみよう。あ、会話、町長、今日はお買い物ですか、それともお食事ですかって。さすがだなこいつは。普通町長と話さないよね、一般人だったら。遊んでいくわけにはいきませんって。少し寂しい気もします。鍛冶屋があるね、鍛冶屋が。誰の装備を強化するのかと。なんで鍛冶屋に町長がいるの副業してんのかな。
いやー、うちの市はちょっと税収が乏しくてね、副業しないとやっていけないんだよみたいな。お、ロングスピア鍛えられんじゃん。所持数5、必要数30、鍛えらんねえし。あ、別にこれあれか、白くなってるからって言って鍛えられるわけじゃないんだね。うん、足りないものもあるな。まあ今はこのまんまでいいでしょう、初期値で。で、どこへ行けばいいんだ。これは、マリガン神殿、先人マリガンを祀る神殿。マリガンとか言われてもね、全然わかんないからね。これはこれはウルピナ様、巡回中なんだよーんと。信心深くなさらないとマリガン氏に見放されますぞ。これからは毎日寄るようにします。本当か、適当だな。あ、はいはい、毎日寄ります寄りますみたいな。これだから嫌なのよって。あ、本当に適当っぽいな。じゃあここは、あ、なんか左にモンスターがいるけど、ルーグ村、森に囲まれたのどかな村。ルーグの村の姉ちゃん、え、姉ちゃんって何？姉っていう名前なの、それとも普通に姉ちゃんってことなの？ウルピナ様、巡回ご苦労様です。何か買ったことはない？森の魔物で、じゃなくて森の周りで魔物を見かけたっていう話があります。あー、確かにいたね。あー、じゃあまずは魔物退治か。来訪記念、花のお守りを手に入れた。ここも鍛冶屋があるね。誰の装備を強化するのか。なんかね、最初から結構仲間がいるんですよねこれ。全然知らねえやつだ。このツイゴールとかさ、ベアトリスとかヤマトとか、なんだこいつって。ソロン、ネッサ、なんか一番最初の不良くんの主人公でね、やってた時もね、なんか結構いっぱい仲間がいたんですよね。じゃあこれなんて言うんだろうね、暗き森って書いてあるけど、彼らを倒さねば森の奥には進めないと。バトルがありますね、バトルが。出現モンスターはわからんと。ま、とりあえず戦いましょう。この森の奥に何が待ち受けているのか。戦闘ね、なかなかね難しいんですよね。1回の戦闘がね、それなりにね時間かかるっていう。で、ちょっと戦闘準備で編成を見ておこう。一応なんか書いてあるね。ウルピナ、まだまだ女の子だけど、ユラニウス家のために頑張ります。皆さんよろしく。守り役として姫を守るのが私の務め。姫に害をなせば敵も味方も容赦をせんと。焦らずに行きましょう。着実に一歩ずつ進むのが、結局は早道ですと。これちょっとスネークに似てんな。私は守備より攻めが好きです。いや、そんなこと言われてもちょっと困るよね。反撃されても平気ですから攻撃させてください。ド S キャラだな。絶対これちょっとド M キャラだよね。私が姫の盾になります。遠慮なく狙われやすい場所に配置してください。やはりな。で、他の2人、ソロン、姫をお守りするのが我らの役目です。いつでもお休みになってください。ネッサ、姫は無理しなくていいから戦いは私たちに任せて。それが指揮官の仕事です。いや、絶対自分参加した方がいいでしょ。術ちょっと使ってみたいんだよね。どうしようかな。武器的にこれ多分長剣だよね。で、こいつ槍で、弓、まあハンマーっていうか、なんていうんだ、運動性マイナス10、マイナス6とか。あ、鎧着てるからかな。こいつは体験か。遊撃、まあ、最初はこれでやってみるか、とりあえず。OK。で、これね、3回戦いがあるってことなんですよね。イージー、イージー、ノーマルと。で、まず最初のターン。まあ、これはちょっとやりながらやるんですけど、今、星が4つあるじゃないですか。で、星の数だけ使うんですよ。早草切りは1、失礼剣は、2個みたいな。で、早草切りで、まあ、とりあえず攻撃しますと。で、あと4人いるんですけど、星が3つしかないんで、全員はね攻撃できないです。
でなおかつ星の多いやつを使っちゃうともうそれしか攻撃できないんで、でこの星はなんか1ターンずつね1個増えてきます。だから後になればなるほど、まあ、いっぱい攻撃ができると。でこれは陣形によってもちょっと効果が変わってきたりするんですけれども、まだちょっとそんなにはないんで、で3あるんで、まあ、スイングでも使えますか。あ待って待って待って、先行好きにしてで2を使おう、狙い撃ち、うん、これでいいんじゃない。で順番は左から右に流れてきますね。アイブサギリえらいで痛いと狙い撃ち先行的というような感じで、で星が1個増えるんで、まあ、さっきよりは攻撃がしやすくなると。アイブサギリで一応ねうまくやるとね連撃とかっていうのも出るんだけど、ちょっとそれは出た時という感じかな。てかね連撃をうまく使っていくと効率的にダメージを与えられるのかな、まあ、こいつはちょっと弱いからね。勝利、ロールディフェンダーを習得、回避と武器ガード率アップ大。ベアトリス、あれってかこいつ見た感じなんかちょっと女の子っぽくないですか。女の子が攻め側か、こいつ確か守りのやつだもんね、ヤマト。そうか、そういう思考か。いやー俺はちょっとそういうのはやだな。ボーナス、間接攻撃での敵のリザーブ技を解除達成し、これよくわかんないんだよね達成したみたいだけど条件がよくわからん。じゃあ1ターン目と、まあ4つしかないんで早草切り、こいつのかね高いんだよね。どうしようかな、強撃をして、まあ先行好きと、最初にねちょっとしたロードが入るんで早草切り、おお強い、いやー強いな本当に。はやぶさぎり、ちょっとこいつは体力が減ってるんで攻撃しないやつはね防御するんで、ちょっと別のやつに攻撃をさせるか。11でいけるな。ちょっとこっちを狙って、かつこっちを狙って結構ねダメージをね食うんすよね。でそうすると失礼剣とか、まあいいかこれで。いや待て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 、失礼剣で B を狙って、強撃で B を狙って、で、あとはちょっと2回攻撃をしておこう。ちょっとこんな感じかな。てかね失礼剣とかね、いやほんと失礼ですよ寝ながら切るみたいな。で敵を倒すと、いや残ってる敵の後ろにいる人たちがね連撃をしてくれます。で連撃をした後はさらに自分たちの攻撃もできるんで、多分これをうまく使っていく流れかな。でヒットポイントとかは戦闘ごとに全回復するはずなんで、まあ、同じメンバーでいきましょう。でノーマルになってるんで多分さっきのやつらよりは強いかな。あいっぱいいるなっていうか、だからこいつをまず倒したい気もするけどな。で強撃を入れて、先行突きでいいかな。
で、まあ、早草キックからだと名前の通り早いので最初の方に攻撃できるんですね。で、攻撃方法によっては順番がねずれることもあります。で、これで敵を倒して、そう、連撃が発動と。 OKOKOK。 で、さらに連撃が発動するとそのね消費 BP がね減るんですよ。だから強力な攻撃がよりやりやすくなると。で、こいつ弱いからこいつを先に倒そう。強撃が1で使えるんで。で、瞬速の矢ってめっちゃ使うな。そう、瞬速の矢を使うと行動順番が速くなるみたいな。でも連撃をねいっぱい入れたいんでここに置いておきましょう。で、とりあえず B をタコ殴りにすると。早先に、うわ、花粉、うわ、毒とかあと一発で、あ、押せるはず。狙い撃ち、あれ連撃が発動しなかった。いまいち条件がわからんな。失礼剣で強撃、2回攻撃しよう。星2と11だったらどっちがいいんだろうね。失礼剣え、毒結構痛いな。お、ひらめいた。ソードガード、あー、なるほどね。なんか1って出たな今。うわー、やばい、毒やばいわこれ。これは何、あー、プロテクト効果ね。電撃を狙おうと。そうそうそう、だからこいつを倒して C を倒せばいいわけでしょ。で、こいつ毒になってくからちょっとやめよう。瞬速の矢、瞬速の矢で先にこいつを倒せばいいのかな。 OK。失礼剣、よし、電撃発動。これは D の後ろの3人ですね。いや、毒何気に痛い。あー、怖い怖い怖い。あー、動いてなくても毒になるんだ。よし、お、いいね。ヒットポイント7もアップした。2アップ、ヒットポイント4。木の結晶を手に入れましたね。植物系の敵、弱点熱、耐性、雷と。お、なんかタワーが出てきた。スウィーグ島、かつて帝国がファイアブリンガーと戦うために築いた諸聖島っていうのかな。今は廃墟となり荒れ果てている。あ、違う、溢れ出るフラックスが魔物を生み出す元になっていると。ほうほうほう、ここに行けばいいのかな。よし、行ってみよう。まあ、イージーイージーノーマルだからね。メンツ的にはもうこれでいいのかな。まあ、とりあえずこれでいくか。そう、あの土土土って書いてあるじゃないですか。これ一応ね相性みたいなのがあって、これフィールドの地層みたいなのが土なんですよ。で、土属性の人は能力が上がるみたいな、そんな感じですね。これちなみにこいつ倒すと、うーん、後ろのやつらの連撃は多分これ倒してもね連撃発動しないのかな。ちょっとやってみよう。あー、出た、花粉がね、毒がちょっと鬱陶しい。これで、あ、連撃発動するわ。お、これ全員連撃か。あ、ガード買った。
あとはタコ殴りにすると失礼剣も使えるんで、失礼剣使って交流波、かっこいいね。狙い撃ちの攻撃の最後のやつは攻撃できないんだけど、まあそれはしょうがないか。ヒップアタック、うわ失礼剣いいね。交流波なんかかっこいい。さてさてさて、ヒットポイントが2上がって土の結晶で残りが2000と、でとりあえずボーナスは OK。 じゃあこのままのメンツでいきましょう。あ、そうそうそう、右のモンド と、ベアートリスが土で光ってるじゃないですか。なんでこちらは能力が上がってるってことですね。まあ、ちょっとねどれくらい上がるのかっていうのがわからないんですけど、雑魚敵がいっぱいいるね。ということは、まず B から叩けばいいのかな、この場合は。多分ね、3人攻撃すれば、この B は倒せるはずなんで。やぶさぎりって、花粉先行好きからの攻撃と、これで連撃発動する。あれ、なんか覚えた、流し切り、もういいね。あ、連撃発動するね。しかもこれね、ひらめいた時はね、ひらめいた分の追加攻撃をしてくれるんですよ。で、あとは A だけか。もうこのままプチ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 ってやっておけば大丈夫でしょう。本当かよって感じだけど。はやぶさぎり早いね、やっぱり。強いね、先行突き強い。ヒットポイントアーム。てかさ、これヒットポイントしかアップしない？あんまり気にしてなかったけど。で、3戦目、ノーマルなんで。ウルピナってちょっとヒットポイント低いんだね。まあ見た感じそうだけどね。いっぱいいるな。これはどれから倒した方がいいんだ。このイノシシ武者は防御してるんで、こいつかな。突進、鍵爪と。こいつの方が防御力が低そうだから先にこいつを狙おう。あ、そうか、スイングって一応全体に攻撃できるのか。それはなんか美味しいな。スイングやってみようか。モンスターがいっぱいいるからね、なるべく全体攻撃っていうのも有効に作っていきたいけど。うわうわうわ、いつだった3つ目11つだ。でそこから C が倒せればな、全員連携が多分決まるんだけど、 C を倒すだけのあれがないからな、火力が多分。狙い撃ちして、なんかトンネル的に狙い撃ちとか良さそうじゃん。で回し撃ち、一応 C 狙いでいきましょう今回は。急降下、け強い。いいね、クリティカル。さあこれでいいね、連撃発動して箱殴りにして、かつ攻撃ができると。お、あ、そっか、向こうも連撃が発動するんだ。敵もヒートビート、攻撃力アップ。じゃあそうすると A だな。失礼剣、
瞬速の矢なんかすげえ使うよねこれ。交流派だなやっぱり。流し切り OK。 一番後ろのやつなかなか出番来ねえな。うわタック、うわ痛い痛い痛い、失礼剣。さてあれ連携が発動しなかった。影抜いて麻痺、流し切り、交流派、ここは全員でタコ殴りしたいね。先行撃のこいつが流し切り3か。あでも流し切りって攻撃順番早くなるね。麻痺してると動けないかな。おおいいね、毒。勝利、よし、ヒットポイントアップ。うん、てか基本ヒットポイントだねで、全部 OK。 インタラプト技、カウンター技、プロテクト技、ここら辺もちょっと覚えていかないとね。この塔の魔物がいなくなると隣のユシタニア州から簡単にこのロニクム州へ侵入できるようになるわね。ああそうか、逆に人間に攻め込まれちゃうってことね。国は魔物でなく人の手で守るべきです。なるほど、ごもっともだ。おおなんだなんだなんだ、びっくりした地面に穴が開いた。なんか怒ってきたか、そんな感じじゃなかったよね。地震？北の方で何かがあったようです。おお、なるほど、じゃあちょっと北の穴に行ってみますか。というところで、じゃあ佐賀スカーレットグレイス、こちらも進めていきたいと思うので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。